つ駅のホームがとても寒かったから、温かい缶コーヒーで両手を握り締めた。手も震える旅に靴音がコツコツと、まだ眠ってる街の中に響いていたぜ。シャッターを開ける人たち、うなだれたままのバンドマン、駅前の噴水は止まったままで、まるでストップモーションみたいに冴えないオブジェのように、タイトルのない映画もそんな感じで、このままお前が眠るアパートへ行けたなら、どんなに幸せだろう。そして温かいベッドに裸で潜り込むさ、だけど今はできないよ。さっきまで騒いでいた友人がヒロミたちの、もうそれぞれにそれぞれの家に着く頃だろう。うなだれたままのバンドマン、うなだれたままのサラリーマン、新聞配達の自転車から聞こえるブレーキの音はまるで人の悲鳴のように、冬の曇り空に突き刺さる、このままお前が眠るアパートへ行けたなら、どんなに幸せだろう。そして暖かいベッドに裸でも振り込むのさ、だけど俺は裏切り者だから、お前の電話番号今でも知っている、きっと優しくしてくれるはず。今から急げばカーテンの隙間から日が差す頃には着くけど、会いたい。4月末、駅のホームがとても寒かったが、温かい缶コーヒーで両手を温めた22の冬。